日立の国不思議探検隊、今日は日立太田市畑町にある、長畑部神社に来ております、ここは絶上大地の突端といってもいいですよね。だいたい45メートルぐらいの高台にあるんですけれど、こちらは西側になりそうですね。南東、東南かな、でこちらが拝殿なんですけど、まあ、西向きに立っております。これ、まあ、手水舎なんか納豆みたいなものがぶら下がってますが、変わったやり方をしますね。で同じ名前の神社が、埼玉県の神流郡、神流れる郡に、上里町というところにあるみたいなんですけど、蚊がいるのでね、多少あれです、祭神は違うんですけど同じ系統の神社だろうと思います。由緒があるので読んでみます。お祭神カムハタ姫の御事と盾の御事、ご由緒今より1200年以前に建て祀られた日立の国不時、日立不時になってるね、次のごとく記してあると。氷の東七里、氷というのは、どこだろう、今でいう金沢郷のあたりの軍の役所なんですけど、そこから東に七里、一里が550メーターなので 3.5キロから4キロぐらいのところに、ここ太田の里に長畑部の社があると書いてあると。古老の家楽、見ます爪見間の御事に逃げですね、天より下りましし時に御化しを拝むために従いて下りし、神の女はカムハタ姫と、元は筑紫の国ひむかの二神の峰より、これ読めないんだよね、さっきも読めなかったよ、何の国だろうにの引き爪の丘にいたりき、後御巻のスメラミこと主神天皇の世に、長畑部の東津親盾の御事美濃、岐阜県美濃より去りて9時ここに、来ましたと。旗殿を作り立て締め始めて旗を折りましたと。その折れる旗は自ら御化しとなり、すごいですね、縫うこともなくてね、自ら衣装に変化すると。さらに立ち、切ることなし、まあ、切ることチョキチョキしなくてもいいということですね。で宇津旗というと、あるいは、いや、あるいはね、で今のこととはまた別に絹を織る時にあたりて、たやすぐ人の見るがために、枯れ、矢の扉を閉じて中を暗くして織る、よりて枯らす織と名付くと。つわものがね、利権でね、断ち切ろうとしてもね、切れないほど強い、布だったということですね。まあ言ってることが論理的では全然ないんですけど、縫わなくても着物になっちゃったとかね、でハサミでは切れないとかね、利権、どこだ、利権だよね、利権でも断ち切ることができない。でカラス旗と名付く。利権といえば雨の戸鶴見といえば長常彦、カラスといえば八田ガラス、なんてことをちらほら考えますね。まあ後ろはどうでもいいんで、それで旗折りと、なんか昔の実が飾ってあるので、みこしもありますね。うわ、蚊がすごいんだわ。うわ、
もう蚊が多いんで撤退します。もうさっさっさっさとやっと撤退します。向きは言いましたね、大体西向き。神社の建物自体がさほど古くはなさそうです。うわ、カメ、神門は左三つどもえ、地には男地に、境内社雷神社、鷺森神社、浅間神社と羽黒神社。ここいいよね、なんか古墳みたいな感じでね、はあ、こちらにも愛宕山があって熊野神社があってご神木が立ってると。若い、うわ若い、かゆいので撤退します。ダメです。今日はこんな感じでした。まあここの神畑姫をね、はっきり発音するのは口を開けないで、神畑姫って言ってるとね、神畑姫に聞こえちゃうんですね。で、神畑姫は誰かっていうと、この花咲く姫で、ここから来た志津神社の祭神だろうと思われるわけです。ほんで、盾の御事っていうのは何かと。盾ですよ。盾の神社、誰が待ってたけど。品津彦ですね。竹三角氏。あ、ここも竹三角氏とこの花咲く姫の夫婦を祀っているという神社になろうかと思います。ただ、45メーターぐらいの標高なんで、平安末期から鎌倉ぐらいに作られた神社であって、もともとの日立の国不動記に記載のある、長畑部神社とは場所が違うんじゃないかというか、もしかしたら日立の国不動記、日立の国不動記自体が鎌倉時代に作られてんじゃないかという疑いが出てくる、まあ、証拠となる神社かもしれません。まあ信じる信じないもあなた次第ですというか、信じなくてもいいんですけど、まあただどうしてもね、内陸部の地名を考えていると、やっぱ65メーターぐらいまで水位が来たという、それも聖徳太子の時代かな、大体600年頃に来てるんじゃないかと思われるんで、そういうことを考えると、総合的に考えるとね、日立の国不動記ができた時代、大体623年とかっていうような話にはなってるんですけど、723年ぐらい、聖武天皇のちょっと前、元正天皇の頃にはなるんだけども、その時代設定自体がおかしいんじゃないかというところですね。だから私は三国の関与をすごく、日立の国不動記についてね、三国の関与をすごく疑ってるわけなんですけど、あんまりそういうこと言うと、ネトウヨが騒いでね、なんかちょっかい出してくるんで、まあどうでもいいんですけど、もう少し、なんかね、その、神話じゃなくて、もうちょっと歴史的にきちんと分析して、やってくださいよと言いたいんだけど、頭の中が右翼の連中は凝り固まってて、神武の即位が紀元前660年。それから延々と万世紀が続いてると思いたい輩がいるもんだからね、どうしても、変な話になってしまうんだけど、ところが明治のね、時に大室虎之助か三國憲剛か分かんないけども、孝明天皇が侵略されて、乗っ取られたという、天皇家が乗っ取られたという話も、本当かどうかは別にしてもあるので、もうその時点、まあ、その話以降の、その明治天皇、大正天皇、昭和天皇を、男性4系だが、4代しか続いてない人を信じたいという、大日本帝国主義者の
薩長のね、考え方があるので、まあ、それを義士シンジケートって言ってるんだけども、そういう人たちがいる限りどうしようもない。まあ正しい歴史は未来永劫わからないということですね。まあそれをね、国立、有名国立大学、旧帝国大学の歴史の人たちがそういうふうな考えを持ってやってるもんだから、まあ騙されますわ。はい、まあ、ということで、また別の神社でお会いしましょう。さよなら。あー、かゆかった。